K2、K2、K2、K2 は大韓民国が K1 の後継として開発中の次期第3点を世代主力戦車である。相称は黒標、黒標、フックピョ、ヒュークピョ、ブラックパンサー。当初は2011年に配備する予定であったが、国産開発するとしたエンジンとトランスミッションに欠陥が相次ぎ、戦力化が長く遅れた。 妥協の末に2012年12月17日、2014年3月から、戦力化するとした一時生産分100両には、ドイツマトゥー社製のエンジンと、ドイツレンク社製のトランスミッションを組み合わせた、ユーロパーパックを要することとし、以降の車両への搭載を目指して引き続き、国産エンジンの開発完了を目指すことを決定し、2017年4月時点でも、 国産パワーパックの開発が継続中である K2 の先代となる K1 はその出現当時仮想的である北朝鮮が配備している T-55 及び T-62 を相手にするには必要十分な性能であったが北朝鮮が継続的に T-62 の改良を行い近代化している天馬号車ことを受け 120mm 格好法に 乾燥した K1A1 に移行した。K1 の比較的小柄な車体に大口径の手法を搭載した K1A1 は、砲の威力は十分であったものの、機動力や砲弾数など運用上の問題点を抱えた戦車となった。1990年代に入り、K1 以前の戦車である M48 パットン約900両の老朽化が著しく、その更新が急務となった。また、 北朝鮮が T-72 に相当する 125mm 砲搭載戦車を開発することも考えられた。関係各機関の検討の結果、新型戦車は 120mm 砲搭載戦車として1から設計開発することになった。本社は、この結果、K1 の後継車種を検討する計画、キロトン X 計画として、 1995年から11年の期間と2億3 0 u s ドルの開発費を投じ、開発されたものである。韓国陸軍では2011年をめどに量産初号機の配備を計画し、生産は現代ロテム社において行われる予定であった。調達量数は当初は600両を予定していたが、後に200両に縮小された。価格は1両あたり約850万ドル。 約83億ウォン。コンポーネントの国内生産率は試作者では77%、量産型では90%以上を目標としているが、開発を進めていた韓国産のパワーパックに欠陥が多発し、当初完成予定だった2011年時点では、完成予時期が2013年6月に先延ばし、されていた。 韓国産パワーパックの開発遅延を受けて、初期生産の100両分については国産を断念して、ドイツ製パワーパックの輸入をすることが検討され、国産パワーパック推進派の輸入の法的手続きがされてない、輸入パワーパックでもテストが必要だから、戦力化を早めることにはならないなどとする輸入に、対する反対意見を退け、2012年12月に、 最初に戦力化する100両分は、ドイツ製パワーアップパックを輸入することを最終決定した。この間、当初3両あった、試験車両は、試験を重ねて消耗していき、量産車両が完成し始める2014年半ばまで、走行可能計 -2000 車は、試験車両のうち1両のみという状態が続くことになった。2014年6月、量産車両の引き渡しが開始され、 同年末にかけて初の量産分となる15両が軍に配備されることになり、さらに追加で20両の生産と配備が決定し、合計35両が2014年内に配備されると報じられ、同年9月と10月には技術不足から要求性能は引き下げられたが、国産パワーパックの開発が完了したと報じられた。しかし、2016年10月に国産パーパックに 複数の欠陥があったことが露呈し、2017年4月時点においても、国産パワーパックの開発が継続中である。詳細は、動力を参照。当初は 140mm 砲搭載戦車として、計画され、ラインメタル車製 140mm 砲の検討を行ったが、同じラインメタル製 120mm 格好砲、L55 の方が試験結果は良好であり、また、 陸軍の将来脅威の見積もり上 140mm 砲は不必要と判断された。この新戦車開発は現代ロテム車を中心に国防科学研究所、ワイヤ社車などその他の国内軍需企業と協力して進められた。エンジン、アクティブ防御システムはドイツ、ロシアの企業からの技術提供を受け開発されている。K2 に搭載される火器は ラインメダル車製の55口径 120mm、格好法 r h 1 2 0 l 5 5を、韓国ワイヤー車で、ライセンス生産したものを1ミ 7.62mm 同軸、基重1門、砲塔上には、社長が操作する、K-62.7mm 基重1門で、ある。主砲への砲弾装填は自動化されており、砲刀後部の仕切られた区画に諸外国の、 自動装填装置を参考に開発されたウェルト式の自動装填装置がある。そのため装填手は登場しない。手砲弾は自動装填装置内の弾倉26発、残り24発が車内の計40発を、砲塔上の 12.7mm 重機関銃の弾薬は計3200発、また手砲同軸 7.62mm 機関銃の弾薬は 計 1,、K、1万2 0 0 0発搭載しているという。砲塔は電気モーターで稼働する。また、ドイツディール社との共同で、主砲発射型の誘導砲弾を開発中であり、戦車の上部面及び隠平された目標に対し、トップアタックにより撃破することが可能となるとされている。K2 の車体前面及び砲塔前面には、モジュール化されたシック系複合装甲が扱われている。 また爆発反応装甲も採用しており、車体前面右側の車体弾薬補上面と、砲塔上部と、側面、ホーシ社長登場発地上に、その存在が見受けられる。爆発反応装甲についてはロシアより、技術協力を受けているとされる。なお、勘違いされやすいが、砲塔前面の両端についているパーツはセンサーで、あって、装甲ではない。 砲塔前面はルクレールに類似した縦横に絞り込まれた形状をしており、その左右端にアクティブ防御装置と円幕天調などに用いる多目的弾発射機が搭載されている。2007年に公開された試作車では、砲塔側面は造具箱が取り付けられており、中空装甲の一部としての役割を果たすものと見られる。また、アドが公開した。 砲頭部の走行容量によれば造具箱外側面の一部及び上面の一部には爆発反応装甲が設置されることになっており、砲頭上面やハッチ上の爆発反応装甲は試作車の映像からも認できる。なお、試作者の映像からは、車体全部上面、ドライバーズハッチ横にも爆発反応装甲らしきものが確認できる。試作者公開後、韓国のニュース番組で、 報道手走行に対し近距離からの対談試験の映像が紹介された。一発の飛弾に大使館を置いて2回の閃光が発生し、最初の閃光後に大量の煙が発生しているのが認できる。報道では走行は持ちこたえているとされた。K2 開発に際し、韓国国産のパワーパック、エンジンとトランスミッションを組み合わせた。 動力伝達機構が新開発され、国産の4サイクル V 型12、気筒水冷式ディーゼルの1500馬力エンジン、K1 シリーズの1200馬力から向上しているを搭載することが計画された。試作車の XK には、ドイツマトゥー社の MT883 を搭載していたが、量産型の K2 は、都産インフラコア社とアドが共同開発した1500馬力エンジンを搭載する。 計画である当初、この国産エンジンは、小型化によって、同程度の馬力を発する多形式のエンジンに、比べンスペースとなり、余剰スペースにサムスンテックウィン設計による100馬力の小型ガスタービンの補助力装置を搭載することで、メインエンジン停止時に発電を行い燃料を、節約し車体が発する熱と音響の減少させることができるようになると噂されていた。 しかし実際の国産エンジンは高渉出力1500馬力ではあるがエンジン容積、排気量ともに MT883 と同程度であり、大型の補助動力装置も搭載していない。試作車にはレンク車製自動トランスミッションが搭載されたが、量産型には S&T 代油車と国防科学研究所が共同開発した。 電子制御式トランスミッションが搭載される計画である。国防科学研究所の関係者によれば、全身6段、後進3段の自動変速を可能にすることによって、変速時の衝撃を減少させ、かつ完全でデジタル制御、自己診断機能により運用性が向上するという。ところが2009年11月、複数の韓国メディアの報道によりこの、 国産パワーパックに問題が多発していることが明らかにされ、2012年12月には第一次生産分の100両分についてはドイツから輸入したワーパックを使用することが決定した。2013年6月18日、韓国防衛事業庁は国防委員会の業務報告において国産パワーパックの問題で中断されている K-2000 社について 同年11月から翌年2月までに初期量産ロット13台の性能試験をい、結果を2014年9月の国会に報告して、戦力化するかどうかを決定すると発表した。そして2014年9月4日、パワーパックの国産化に成功したことが報じられた。防衛事業庁は、エンジン運用を試験評価した後、10月に試験評価を公式判定する予定であるという。 ただし国産パワーパックは技術力不足により合同参謀本部が設定した0時速 32km 加速が8秒以内という作戦要求性能を満たすことができず8.7秒となってしまった。そのためこのままでは軍への納品が不可能になるため0時速 32km 加速の作戦要求性能を10秒に引き下げることになった。 また10月中旬に第一次生産分の車両にドイツ製パワーパックを搭載して初の起動試験を済ませ、同年11月からドイツ製パワーパック搭載者の本格的な量産体制に入ることが報じられた。しかし2016年10月13日、国産パワーパックを変速機単品耐久度検査にかけた際、その過程で、 メインポンプ駆動ギアを支持するベアリングが破損したり、メインハウジングにひびが生じ油が流出されると、異なる4種類の欠陥が発生していたことが判明した。これにより2019年までに量産することにした2次、生産80台と追加物量で決定された3次、生産118台の戦力化が先延ばしになる恐れが出ている。2017年4月、 国産パワーパック開発のトランスミッションを担当する S&T 重工業が欠陥を調査する過程で血管の原因がドイツ ZF 社の部品にあるとしてドイツに部品を送り返さずに無断で封印を破って調査していたことが判明した。K1 シリーズでは震度最高2.2メートルの川を潜水と化することができるだけであったが、K2 はシュノーケルを使用することにより、 震度4.1メートルの河川を潜水と化することができ、浮上すると速やかに戦闘態勢に移行できる予定である。60%の急斜面と高さ1.3メートルの垂直障害を乗り越えることができる予定である。平面路上において最高時速70キロメートル、不正地においては最高時速48キロメートル、0時速32キロメートル加速は7秒以内を、 目標としていたが、2014年9月の時点で、加速性能目標の達成は困難として0時速 32km を8秒以内と、大幅下方修正していた。なお、実際に試験された国産パワーパックの加速性能は、さらに悪化しており、経過状態である、車両重量55トンの条件で0時速 32km を8.7秒という、スコアであった。 要求性能を見立つではあるが戦力化を急ぐこともあり10月、初めにロックのさらなる緩和修正と、それに伴う、開発の完了の宣言、12月の2時、生産分からの契約締結を図る見通しとなった。最終的に、発進加速のロックを既存の K1、K1A1 戦車と同じクレ時速 32km を10秒という、ラインまで引き下げることでこの問題は決着した。 S&T 大右車制雪圧サスペンションを採用している。車体を前後左右に傾斜させる姿勢制御機能と半自動地形判断機能を有している。この姿勢制御機能により手法の不くだけに頼ることなく車体を傾けることにより社会を確保できる。さらに他の同世代戦車の手法では見られないほどの工業格と油圧喧嘩機能を結合することにより、 タイヘリコプター船にも対応できるという。社長用に k c p s 韓国型社長パノラマサイトの発展型が搭載されている。このパノラマサイトは3倍、10倍での切り替えが可能で、レーザー測挙機と夜間用の高解像度赤外線センサーを装備してお、ハンターキラー能力も有している。報酬用には KGPS、 韓国型報酬標準サイトにロックオンした目標を自動で追尾するシステムなどの機能が追加されたものが搭載されている。操縦主要にはハイビジョン電子工学視察システムが搭載されている。C4i データリンク装置も搭載されており、韓国型戦術データリンクと接続可能。GPS と INS、完性広報装置を連動させた位置情報システム。 敵味方識別装置、社間情報システムを備えている。これらのシステムにより、近接している部隊間の迅速な調整、圧迫した状況下におけるによる事故及び部隊情報の把握、上長な目標収束の防止、優先目標へ照準等を可能にしている。デジタル訓練システムも採用されており、戦車兵の効率的な訓練と費用の削減を実現している。 自動消火装置、乗員区画に対する NBC 防護装置を備えている。砲塔上部に設置された8連装ランチャーから様々な弾種の弾体を発射し車両を防御する、いわゆるソフトキルタイプのアクティブ防御システムを装備している。これにより、車両前方から飛来する対戦車ミサイルからの生産性を向上させている。このシステムは、 国防科学研究所を中心にサムスン・タレス社などが開発したものでロシアの KBM 社 QSKB の技術援助を受けた。ナオ本システムの他に車両方向に飛来するミサイル等を直接迎撃して破壊するいわゆるハードキル型の APS も試作車両の一両に搭載されて一度試験された。これはロシアのアレーナ APS を さらに改良したものになると懸念されたが、ソフトキル APS との相互干渉、自社周辺に降り注ぐ断片など問題が続出し、搭載は見送られた。公式には、予算の都合上で1時と2時生産分の正規量産型 K2A の搭載が見送られたとされており、同システムは1両あたり10億ンと高価なため、 調達価格を1両80億ウォンに抑えるための今の処置であると見られている。第2次生産分に当たる100両も同様にハードキル APS は装着しない予定であるという。ソフトキル APS 以外にも敵弾発射装置が砲塔上面全部の左右に少しずつ角度を変えて埋め込まれている。この発射装置はバース敵弾を装填でき、使用できる弾種は発煙弾。 空中で破裂し、赤外線弾効果のある土色の円幕を張る、近接防御弾、空中で爆発し車両の周囲に迫った不評を撃退する敵弾、赤外線フレア、赤外線誘導ミサイルを疑問するための囮と台がある。トルコ陸軍は、磁戦車を外国の既存戦車をベースにして、国内開発することを決定し、パートナーとなる企業を先行。 最終選考の結果、ロテム社が、ドイツのクラウスイコールマファイベクマン社を破り、パートナー企業に選出された。新選者は、アルタイと名付けられた。2007年6月に、両国間でのライセンス契約が締結され、ロテム社は、トルコのオトカ社を中心とした開発グループに、開発支援と技術移転を行い、2010年をめどに4両の試作車の生産。 ドイツマトゥー先人搭載型など2012年に量産開始の予定で生産台数は250両になる見込みである。調達総額は約5億4、0ドルから最大で10億ドルの予定である。しかし2011年1月、トルコは開発の遅れを理由として韓国国防庁に対して契約内容の一部解消を要求した。2012年5月、 トルコの日刊誌、サバとサウジアラビアの現地メディアは、サウジアラビアの総参謀長がトルコを訪れ、トルコのアブデラーギュル大統領に会って20億ドル相当のトルコ戦車購入することを決めたと報じた。当初、第3ロット以降のエンジンとして、国産の1800馬力ディーゼルを予定しており、2013年に日本の三菱重工業との間で、 トルコ国内企業との合弁会社を設立し、ディーゼルエンジンを開発する交渉が開始されたが、第三国にこのエンジンを積んだ車両を輸出することに、関して技術流出を警戒する日本側と話が折り合わず、2014年2月末に、この件は一旦棚上げとされた。2015年5月13日、韓国防科学研究所が2030年までの量産化を目指して、レールガン、 ハイブリッド動力、軽量高強度の新素材を採用した複合装甲、広角迷彩などの最新技術を結集した K-2 に次ぐ戦車の開発をスタートさせている。胸が報じられたが、2016年2月11日、K-3 の研究開発は未着手の上、K-2 開発チームもトルコのアルタイ戦車開発のサポート要因を残して、 すでに解散していることを判明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。